大群艦鳥は、カツオ鳥目群艦鳥か群艦鳥族に分類される、鳥類の一種。全世界の熱帯、亜熱帯に広く分布する、群艦鳥の一種で、日本では太平洋岸に稀に名鳥としてトライする。成長は、全長 100cm、翼海長 230cm に達する、大型の海鳥だが、体重は 1.2kg 程度で、大きさの割に軽い。 口しは長く、先端が針状に、下方へ曲がる。翼は長くて幅もあり、先端が尖る。お歯は二股に分かれ、これも長く伸びる。オス成長は、全身が光沢のある黒色で、喉に赤い喉袋がある特徴的な体色をしている。メス成長は、喉から胸にかけて白く、オスメスの区別は容易である。若鳥は、頭部から首、胸まで白か淡褐色で、 腹も白い。全世界の熱帯、亜熱帯に広く分布し、7つの亜種に分けられる。主な分布域は太平洋とインド洋で、大西洋の分布域はブラジル沖に限られる。軍艦ドリカゴ種類の中ではおそらく最も個体数が多いと見積もられている。日本では本州太平洋岸、伊豆、小笠原諸島、南西諸島などで名庁としてトライするが、 特に南西諸島での記録が多い。太陽に点在する当初や小さな岩場を休憩や繁殖に利用するが、ほとんどの時間は洋上で飛翔しながら生活し、陸から数百キロメートル離れた洋上にも姿を表す。飛翔能力は非常に高く、アホードリ類イのようにあまり羽ばたかず、長距離を飛ぶことができ、さらに高速での飛翔や旋回もこなす。一方、 羽毛に異分が少なく、防水性がほとんどないため、海鳥であるにもかかわらず、水面に浮くことも泳ぐこともできない。万が一海に落ちた場合は大抵溺死する。祭事の際は、水面スレスレを飛び、魚類やイカなどの小動物を長いくちばしでさらう。海岸や海鳥の繁殖地にも現れ、海亀の子供や鳥の卵、ヒナなどを同様にさらって捕食する。変わった。 採取方法として、他の水なぎ鳥類や、カツオ鳥類などを得意の飛行能力で襲撃して、しつこく追い回し、飲み込んでいた獲物を吐き出させて奪い取る行動が、知られているが、水が苦手なことを知られている場合は、着水や潜水をされてしまい、手出しができず断念することもある。繁殖の際は、当初の低木が生えた地域にコロニーを作り、他の軍艦鳥類と混じって繁殖することもある。 コロニーに降り立ったオスは赤いのど袋を風船のように膨らませてディスプレイを行う。カツオドリ SP を4羽の若鳥がお家餌をダッシュを狙う若鳥樹上に小枝を組んで巣を作り1個だけ散乱する。放卵期間は45から55日、ひなが巣立つまで約半年、ひなが親元を離れるまでさらに約半年かかる。 海鳥の中でも繁殖期間が長い部類で、親鳥は普通2年に一度しか繁殖しない。また、素材の奪い合いをすることが多く、この際には卵やヒナが争いに巻き込まれて死ぬこともある。フリガタマイナー。ありがとうございます。